人の世界でようこそ。はい。じゃあ今日もね、仕事帰りで朝なんですけど、夜勤明けで、お話ししてますけど、運転中で。ついにね、うちの地方でも今日ですね、雪が降るということで、雪の予報が出てますね。まあ今のところね、曇り、まあ外見えると思うんですけども、曇りではあるんですけど、これが雨降ってきたら怪しいなってぐらいのやっぱ感じですね。もういつ降ってきてもおかしくないぐらいの今寒さです。はい。まあ、寒さはね、まあ、しょうがないですけどね。12月の18かな、18ですね、まあ、こっちの地方だとね、もうそのぐらいにクリスマスまでにはもうね、ポツ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 結構ね降るぐらいの、まあ、地域なんで、まあね、覚悟の上なんですけど、ね、あとね、まあ以前お話したんですけど、まあ、私ね、救急車で運ばれて、まあ、それの請求が来ましてね、医療費の、まあ、1万2万ぐらいでしたよ、大体、2万ですよ、もうねまあ全ては私が悪いんですけどね、まあ多分夜間診療であり、まああとは CT を取ったんで、 CT を取ったんで、あとはまあ縫ったんでね、その縫った値段だったり、あと点滴もしたんで、点滴した値段とか、まあそれさら、それら含めて、アンド消費税じゃないですけど、かける夜間割増みたいな感じ、多分ね、タクシーでいうね、そういう深夜料金みたいな感じとか、それでね、まあ、その上2万ぐらいね、もったいないですよね。まあ、しょうがないですけどね、もう、すべては私が悪いんでね。まあね、あとね、まあおかげさまでね、おかげさまでっていうか、まあ龍が如く5の方がね、まあ絶賛実況中ということで、あとね、ただ一つね、悩みが、大相撲がね、なかなかね、再生数が伸びなくてね、私はね、大相撲面白いんですよね。まあやってても私面白いんでね、この面白さがどうして伝わらないのかな。それかまあもう相撲ってもの自体に興味ない方は見てくださらないですよね、大相撲って言われても。例えば私がサッカー興味ないからってサッカーのものいくら出されても多分私見ないですからね。それと多分一緒ですよね、興味ないものは。ただね、いろんな要素が相撲で見てもらうと分かるんですけど、まさかこんな要素が、育成シミュレーションも兼ねてんのみたいな、恋愛シミュレーション兼ねてんの、そんな要素まで あるというね、実はすごい奥深いゲームだったということが、ね、分かりまして、まあ、気になる方はちょっと見てくださいね。龍が如くと今その大相撲を、まあ、2つ日本柱でやってるんですけどね、ちょっと今ちょっと時間がないんで、他のゲームちょっと途中のゲーム手が出せないんでやってないんですけど、同じぐらい面白いですね、龍が如く。龍が如くシリーズはもう間違いなくもう鉄板じゃないですか。でもね、大相撲、日本大相撲の方もね、いや面白いんですよ、これね。まあね、3人もともと力士いて、そこから部屋を起こして、でまあね、3年ぐらい経ってね、少し資金に余裕が出てきたから、じゃあ新弟子取ろうかって言って、新弟子を取ったところなんですよ、今。で、2人目を取ったところで、で、ちょうど今ね、そこまで公開してるんです。はい。まあ実質ね、2000年からスタートなんですよね、ゲームの中で。で、2004年になってるんですよ。だからまあ、まだ現実世界に追いついてないような状況ですね。まあ、自分としてはね、現実世界の2015年、来年の16年ぐらいをめどに、まあ、最終回までって感じなんで、まあ、
それまでにね、なんとか横綱を作りたいなということで、横綱とか、あとまあ優勝を何度も重ねるような歴史をね、作りたいなと思ってますので、ちょっとね、まあ、私結構力入れて作ってますので見てください。まあ一本の動画はね10分ちょっとなんでね、もう全部今、ナンバー16まで行けるってあっという間に見終わると思うんで、いやーすごく、まあね、私は相撲が好きなんでね、まあやっぱり好きな人好きだからだろうっていうふうに言われたらね、まあそうなのかなーっていう気もするんですけどね。いやこれ面白いんですよ本当に ね、そんなね、まあそんな自分の動画の宣伝もして、あとねこれからね私ね、まあ龍が如く極みの、まあ、予約してこようかなと思って、あのゲーム屋さんにゲオ、近所でうちの近くってゲオしかないんですよゲーム屋。まあまあね、ネットでね買うっていう方法もあるんですけど、なんか今ちょっとね私あのねまた引っ越すかもしれないっていう、そういうなんか今ねふわふわした状態なんで、住職ね、そんな状態でちょっと頼んでもっていうことなんで、まあ寮だったらね行けば、まあ予約さえしとけばね発売日に行けばちゃんと買えるんで ね、まあ間違いないなと思ってるんで予約してこようと思ってます。はい、あそうだ、まあ私ちょこちょこやってる競馬、まあしばらくお休みしてるんですけども、まあラストを飾る有馬記念、有馬記念はね私ね競馬を始めてから毎年欠かしたことはないんですよ。有馬記念だけは必ず買う。しかもその1年で買ったどの G1 よりも一番高額の金を突っ込むということで、有馬記念資金っていうか、まあ競馬のお金っていうのを別に取ってあるんですよ、もともとね。だからそれは手をつけちゃいけないお金ということで、競馬のお金は競馬のお金ということで完全に分別してるんで、まあそれで有馬記念用の資金というのをね、もう元から取ってあるんですよ。だから例えばそれでプレステ買えばいいじゃねえかとかっていう話もあるかもしれないですけど、それはね、まあ、また別なんですよ。もうね、簡単に言えば、隣のおっちゃんと仲いいから、じゃあ隣のおっちゃんの財布と俺の財布一緒だろっていう、そういうの、そのぐらいのレベルの話なんですよ。全く違うもんなんですよ。いや、それは別だろうっていう話で、ね、ただね、有馬記念で勝っ、もしですよ、ガツンと勝ってたらね、プレステ4がね、買えるかなと、まあ、それだけね、ちょっと大勝負をかけてるんで、ちなみにね、最近の有馬記念の成績をというと、最後に当たったのがね、ゴールドシップが1着になった有馬記念、一昨年かな、去年っていうのは、つまり、有馬記念は12月の末なんで、まあ一番新しいんですけどね、去年のレースっていうのは。多分一昨年ぐらいかな、ゴールドシップがとにかく1着だったレースは当てました。あと、オルフェーブルが1着だったレースも、すごい何十馬身だかつけて勝った圧勝のレースですね。あれも取ってますね。有馬記念はね、割とね、まあ、2年に1回ぐらい当たってるんですよ。だから、去年外したんですよ、私。やっぱりゴールドシップから買っちゃって、ゴールドシップが3着で、でも、私1着、2着流しで買っちゃって、外したという、確かそんな感じだったと思うんですけど、だから今年はね、ちょっと当たる番だと思うんですよね、私は、有馬記念。ちょっとね、気合入ってますね。それはね、さ、というわけでね、感じでしょうかね、お話しすることは多分全部話したと思います、もう動画の時間も10分になって、あとなんか話すことなかったかな。あとね、ちょっと、まあ、また救急車で運ばれた時の話になるんですけど、やっぱりね体重がね減少しているということで、本格的に今増量中ですね、増量中。それは別に動画を撮ってちょっとね、増量動画っていうのはなんかちょっとネーミングセンスがないな。
そういうふうにダイエット動画いいな。そう、間違ってダイエット動画と間違って見る人いるから。いや、それはちょっとやるか。まあ、まあ、そんな感じでね、ちょっと少し、体をね、全体的に筋肉をつけようかなと思ってね、今それの、しかもね、すべて、自重トレーニングで、自重トレーニングというのはつまり自分の体重ののみの負荷でやるトレーニングですね。だから腕立てとか腹筋とかね、まあ要するに器具を使わないでやるトレーニングですね。まあ器具、まあ最小限のものは使いますけどね、なんかちょっとしたものだったりは、それ以外は使わない、もう自分の体重でやるという感じで、ね、こちらの方もちょっとやっていきたいと思いますんで、はい。じゃあ間もなくちょっとね、私これから、ちょっと銀行にね行く用事があるんで、はい、この辺で終了したいと思います。はい、じゃあまた次回、やりますんでよろしくお願いします。さよなら。